皆さんお疲れ様です。今日も一緒に頑張りましょう。レッツワークアップ。今回は4分間で一気に追い込んで脂肪を燃やすトレーニングです。きついけど豆玉と一緒に頑張っていきましょう。1種目目は2回スクワットして、その後垂直にジャンプする種目です。音が気になる人は普通のスクワットを行いましょう。この種目はなるべく高く高く飛んでいきましょう。休憩まであと少し頑張って。休憩です。次は足を高速で左右に動かす種目です。頑張っていきましょう。足を高速で左右に動かして手で床をタッチしていきましょう。マンション用はなるべくゆっくり行いましょう。この種目もスピードを上げれば上げるほどより脂肪燃焼効果が高まります。残り頑張っていきましょう。休憩です。次は手足を大きく閉じたり開いたりする種目です。頑張っていきましょう。ポイントは大きく開いて素早く戻していきましょう。マンション用は腰の高さまでもも上げを行いましょう。この種目もできるだけ早くやっていきましょう。休憩までラスト10秒です。自分に厳しく早く早く行っていきましょう。休憩です。1セット目ラストは膝立ちを高速で行っていきます。一緒に頑張っていきましょう。ポイントは腰の位置は常にキープしたまま素早く膝を上げていきましょう。さあ1セット目ラスト追い込んで追い込んで、休憩までラスト10秒です。休憩です。ここから2セット目です。きついですけど一緒に頑張っていきましょう。2セット目開始です。1セット目よりもより高く素早く行っていきましょう。追い込めば追い込むほどより脂肪燃焼効果は高まります。自分に厳しく頑張って。休憩です。次も1セット目よりもより素早く行っていきましょう。開始です。全速力で最初から行っていきましょう。もうこのトレーニングも後半戦です。なりたい自分、理想の自分になるために今頑張っていきましょう。ラスト10秒です。頑張って頑張って追い込んでいきましょう。もうすぐ休憩です。休憩です。残り2種目ですよ。一気に追い込んでいきましょう。さあ最初から全速力で行いましょう。全力で素早く素早くやっていきましょう。ちなみに脂肪を落とすにはトレーニングだけじゃなく食事など意識すべき点が実はたくさんあります。昨日の動画でそれを詳しく話してるのでぜひ見てみてね。休憩まであと少し頑張って。お疲れ様です。これが最後の休憩です。ラストも全速力で追い込んでいきましょう。さあこれが最後です。足が痛くてもきつくても今追い込めば追い込んだ分だけ体は変わります。自分に負けないで頑張ろう。ラスト10秒です。さあもう終わりです。全速で追い込んで追い込んで、もう終わります。3、2、1。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回は短時間で結構追い込めるヒートトレーニングです。朝やると特に脂肪燃焼効果に効果的ですので、一緒に頑張っていきましょう。今回のトレーニングがきつかったよと思う方はチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。